大谷翔平の爪、思ったよりとんでもないことになってたう。グロ。ピッチャーって大変やな。ワイが舐めて直してあげたい。才能だけじゃないんだよ、見てるか藤波。160投げる指の圧力半端ないな。ストレート減らしたのも負担減らすためなんだろうけど、スイーパーはスイーパーで爪に来てるな。この爪の赤藤波に飲ませたら？これ3月の画像やん。今日は中指の爪が真ん中ら辺まで割れてただけや。それでも絶対クソ痛いけど。昔から何回も剥がれ続けてる爪やから補強できんのよな。ハム時代もよくボールに血つけてた。これやばいやつやろ。いくら野球マシーンでも休まな。爪不安なるくらい短いな。野球選手というか通してみんなこんな感じなん？えげつな、指の脆さは大谷が唯一持ってない才能だわ。今日の投球ってツーシーム多かったんやっけ？そのせいなんか？星変わりまくる流れでまた 3A から上げた新人捕手で、初バッテリーだったから得意の横に大きなスイーパーや、スプリット多投できずにストレート系増やしたのは原因の一つやろな。3枚目の手に穴開いてるのはなんやねん。これや。ここもいつも出血しとる。へ。努力してる人の手やな。ガチで選手生命に影響しそうなレベルか？そこまでではないと思う。でも爪割れとるし痛みがあるのは確実やね。さすがに明日は休みやろな。これで出場してたらクレイジーの域。